皆さんこんにちは。9月12日のリビングライフの時間です。今日の聖書の箇所はイザヤ書19章16節から25節。タイトルは苦難と回復の全体像、国々の祝福となること。神様は私たちの人生に計画を持っておられます。災いと思えるようなこともあるかもしれませんけれども、神様は将来と希望を与えるために私たちの人生を導いてくださっています。それは本当に今は見えなくても素晴らしい事柄がなされていくっていうことを私たちは聖書から知ることができるんです。そのことをどのように心に留めることができるかっていうと、聖書の御言葉に聞くことなんです。聖書の御言葉を聞いて私たちは歩いていきたいと思います。イザヤ書19章16節から25節。その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののく。ユダの地はエジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して計る計りごとのためにおののく。その日エジプトの国にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その一つはイル・ハヘレスと言われる。その日エジプトの国の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒される。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。今日の聖書の箇所にはエジプトの回復ということが語られています。イスラエルの民だけに神様のご計画がなされるということがこのイザヤ書を通して告げられたのではありません。エジプトの国にも、そのイスラエルの周辺の国々もどのように神様の御手の中にあって導かれて回復するかということが語られているんです。神様は教会の中にもクリスチャンの人生の中にも計画を持っておられますけれども、私たちが生きる周りにも神様はご計画を持って導いていてくださる。私たちの家族の中には神様を知らない人もたくさんいるかもしれないです。私だけ教会に行っていて他の人は行っていないっていうこともあるかもしれません。学校や職場で、社会でそういうことを経験するっていうことがあります。神様の手はその人たちの上にも伸ばされていくっていうのを私たちは知ることができます。教会だけじゃないんです。クリスチャンの意味だけではない、もっと大きな神の国の全体像がこの聖書を通して示されているっていうことは本当に大きな慰めであり希望なんですね。今日の聖書の箇所のところ、
19章の16節、その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののく。神の御手が伸ばされて恐れおののく。今まではこの神様に気づかなかったかもしれません。富を積み上げて、そしてその国を豊かにすることだけを考えて生きていた国であったかもしれません。でもそれを超えて神の御手が振り下ろされる。人々はこの神の御手を見るように導かれていくっていうことがあったんですね。やがて神様は、神様を知らないって生きているその人たちの上にも神の御手が伸ばされるっていうことを示してくださるんじゃないかなって思うんです。9月になって暑い夏が一段落しました。夏にはいろいろな教会の行事が行われたと思うんです。その中には私たちは神様の福音を述べ伝えていくっていう技も含まれていたと思うんですね。そしてその技っていうのは簡単ではなかったかもしれないです。神様を信じない人に神様の福音を示していくっていうことはとても大変な部分もあるかもしれないんですね。でも神様はやがてその日、いろいろなところに、私たちが祈っている人たちのところに御手を置いていてくださるっていう時がやってくるって信じて、私たちは歩いていきたいなって思うんです。このエジプトの国はもともと信仰的ではありませんでした。異教の神を崇拝し、そして富を積み上げて、神様よりも世俗の力を信じて生きているような国々でした。でもそこに変化が訪れる時がやってきます。神様は素晴らしい御手を持ってですね、私たちの祈りの課題を聞いていてくださって、導いていてくださる。どういうふうに変化していくか。18節、その日エジプトの国にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その1つはイル・ハヘレスと言われる。その日エジプトの国の真ん中に主のために1つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために1つの石の柱が建てられ。その日、その日繰り返してこの中で語られているっていうことがあります。神様がこのことをしていてくださる。もうこれはですね、聖書を読んでいると信じられないことです。本当にこのエジプトの国にそんな祭壇が建てられるんだろうか。町々が悔い改めて心を入れ替えて神様を信じるんだろうかって、これも信じられないことですけども、でも神様は良きことをしていてくださるお方なんです。もしかすると私たちは信じて祈ってますけれども、自分の限界や知恵の中で神の御心を狭めてしまうことがないだろうかって思わされるんです。あのエジプトの国にこんなことが起きるはずがないってどこかで思ってしまうような、そういうことが私の心の中にも出てくることがあるんです。でも神様は無から有を生み出してくださるお方なんです。このエジプトにしてくださることを私たちが見るときに、神様の国の出来事は本当に私たちの知恵や思いを超えて豊かに表されていく。22節のところをお読みしたいと思います。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒される。打たれることがありました。人はなかなか悔い改める、神様に目を向けるっていうことがなかなかできないことです。平安な中で、平和な中でそうやって神様に気づければいいんですけれども、そうできない人間の姿っていうのがあります。だから神様はこのエジプトの国に苦難を与えるっていうことがありました。でもそれは打って癒される、打ち砕かれないと本当に大切な神様の御心に気づくことができない人間の姿、いや私の姿っていうのもこの中にあるように思うんです。神の癒しと回復がなされていくときに、神様は
私の一番深い問題にメスを入れられるように、私の思いや考えをくじかれるっていうことがあるかもしれないんです。でも苦しいことを経験しても、私たちは神様にとどまり続けたいと思うんですね。辛い時もあります。神様からもう離れそうになってしまうっていう、打ち砕かれるような経験っていうのもあるかもしれないんです。でもそこから神の技がなされていくことがあるんです。今離れてしまったら、今背いてしまったら、神様から背を向けてしまったら、大切な神様の御心に気づけない時があるんです。だからとどまってください。教会にとどまってください。神様にとどまってください。私たちは打ち砕かれてもなお、癒しをもって私たちの人生を回復してくださる神様の御手の中に置かれているんです。神様は私たちに、今は見えないかもしれませんけども、やがてその涙が本当に喜びに変えられていくっていう出来事を、神様は私たちにしてくださると思うんです。信じて歩いていきたいなと思います。神様は私たち一人一人に祝福のもといとなってほしいという、そのことを願っておられます。痛みを経験しても、悲しみを経験しても、そこから立ち上がるときに多くの人に祝福を告げることのできる、そういう人に変えられていくっていうことがあるんです。神の祝福は大きく私たちの人生の中にあふれていきます。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、私たち一人一人の心の内にあなたの平安を与えてくださって、神の御業を見るその人生とさせてください。打ち砕かれてもなお回復を与え、癒しを与えてくださる神様の手にとどまり続けることができますように。神様が一人一人の人生の中に生きて働き、祝福の技を行っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお捧げいたします。アーメン。